ちゃんとミサトランもね、あのはっちゃんの位置行ってるしね。おかしくない、なんで私だけ責められてるのって感じ、マジで。今言ったのは中道さんです。僕たち関係ないです。報告するのか。機械になんか欲しいわ。なんか欲しい。やっぱなんか無視はできんわこれは。じゃあ役職教えてよ。条件次第や。条件。役職教えてよ。じゃあ教えて。メイヤー。え、いいですね。ああ、俺は中野地に殺される。俺は中野地に殺される。見てて、見ててごらん。見ててごらん。今俺は中野地に殺されるから見ててごらん。見ててごらん、ほらやりなさいよ、ほら。何です？何よ、なんか。おや、実は俺、中野っちがリアクター左に直しに行ってる間、自分がバイタル見てる時に都心さん死んでるんで、中野っちがシャワー室に行った時に死んでるとはとても思えない。シャワー室で都心さんと中野さんがカメハメハごっこをして抜けてくのを私見てる。カメハメハはしているよ。ところで、ミーティングメンバーでちょっと話し合った結果、ズズさん釣ろうって話だった。うん、そうそう。そうなんだ。あー、なるほど。確かに。ズズさんがあそこ今日8個なんで大丈夫っすよみたいなこと言われたんだけど、僕の画面では9個でした。俺の画面では事件ですね。それやってるなぁ。いや、まあ正直ね、それだけ釣るのはガバガバ精査かなと思ったんだけど、まあズズさんだからいいかっていう結果に至ったり。私メイヤーでした。お察しします。釣れるのか。本当に釣れた。これは難しいですね。いや、簡単なんですよ。バカが多いだけでした。ここだったらバレないですよ、やっても。小手力、みんな大好き。小手力、僕も好き。ミゲル君。トイレとミゲル。お部屋に。危険のキーちゃんですよ、ガンダム1回目。知人さん、ガンダム、あ、あなたにミッションを与えよう。何ですか？今からキルをするとき、好きな女性のタイプを叫びながらキルしてください。なるほどね、わかりました。どこかな。ちょっとあの癖のあるタイプでお願いします。あれ、あ、見えてたよ。ちょっと癖のあるタイプで。怪しいよ。何やろ、あの、待って、もう一回聞かないかな。癖のあるタイプでお願いします。癖。あー、オッケー。なんでサトラクルーは草。ふくらはぎの綺麗な人。うわー、なんか、うわー、なに今の怖っ、キモキモ今の気持ち悪ー、気持ち悪ー、ゲスターの仕方。殺意が湧きました。おい、弾ける開かない、そこ開けようか、わかった、開けるわ。この野郎、どうしてなんだよ。おいしいんだよこの野郎。おいしいんだよてめえこの野郎。ざけんなこの野郎。ざけんな。最新版だよ俺のスターは。お前のその旧型じゃない、こっちはベンツのスターだよ。俺にもスターをくれ。8
どうする？はっちゃん決めて。シジさん、いいよ、いいよ、いいよ、俺でも、はっちゃん。なんでいいよって言うんだよ。いいよ、はっちゃん、おいで。いいよ、俺が受け止めるよ。はっちゃん、俺が受け止めるよ。何それ、何の友情やねん。これはすごい泣ける。泣けねえよ。あ、いや大丈夫、殺してくれ、殺してくれんか、すまん。何キャラよ、そんな何キャラなの、しんどいかも、俺も何キャラなんすかそれ。死んだら早いんや、死んだら早い。助けやるのは死んだら早いんや。なんか約束持ってる、なんかどうです。いや、ま、いや、ま、持ってますけど。あ、持ってんだ、持ってんだ。楽にしてあげなよ、じゃあ。そうですよ、しまいましょう、いいですよ、ほらほら、どうだい。あ、カメラ情報ある。はい、スワンさん、発言。はい、どうぞ。カメラを見てたんですけど、金骨にドッシンさんがいらっしゃって、エンジンルームの右端の方にですね、ミサトラン、ハッチャンという文字がありまして、ボタン直前の方にハッチャンさんが、停電前ですよね。現在です。はい。怖い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 。女の戦い始まってるぞ、女の戦い始まってる。めちゃくちゃ怖い。あれ、あれ、頑張れ、チュアン頑張れ、チュアン頑張れ、頑張れ。ボタン押す前ですよね。ボタン押される直前に、うちに言ってる。頑張れ、チュアン頑張れ。大丈夫、チュアン大丈夫、チュアン。大丈夫、大丈夫、チュアン。チュアン大丈夫だから。頑張れ、頑張れ。大丈夫ですか、これ。これ大丈夫ですか、配信のっけ大丈夫ですか、これ。頑張れ、頑張れ。あれ、カメラ見てないってことにしたいな。動いてですね。これ、無線の闇が出ちゃうよ、これ。そういう感じなんだ。そういう感じなんだ。あーっとエグいな。もう一度話し合います。もう一回話して、もう一回話して、もう一回、もう一回。分かんないから話そう、ちょっと。ちゃんと話そう、ちゃんと。うちも冷静になってるから、うちも冷静だから。どういうこと、男子どう思う。うちの味方だよね。いや、すいません、はい、もちろんです。間違ってないよね。ナイスよし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 。あ、男子ありがとう。もう一回チュアンちゃん教えて、そのカメラの情報。金骨の方に突進さんがね、あのダイヤの方を磨いておりまして、右に行った途端、まあエンジンルームに右端にミサトラン、ハッチャンという文字がありまして、まあボタンを押されるほんと1秒、 0.1 秒前くらいですかね、にミサトランという文字がハッチャンの方に突撃して。え、マジそれ、黄色いあれが出てました。はい、うちに言ってる。え、男子裏ではこんな感じなんだ。停電中だけど、カメラは全部は見える設定にもなってるから、まあちょっと2人とも一度冷静になって落ち着いて話し合ったらいいんじゃないかな。全然冷静。でもうちらは仲間じゃん。誰か先生呼んできて。先生呼んできてよ。あれ、ミサトランもね、あのハッチャンの位置行ってるしね。おかしくない？なんで私だけ責められてんのって感じ、マジで。今言ったのは中道さんです。僕たち関係ない。二人ともどうしたの？喧嘩はやめなさい。先生、よかった。よかった。先生、これどうしたらいいですか、俺たち。これはね、もう。パパに言うから。あ、パパに？じゃあ、もうそれだ、チュワンちゃん釣ろう、チュワンちゃん釣ろうね。パパに言うから。先生、先生、先生、それは違う。先生、違うよ。ちょっとどういうことですか、先生。あの、みんなが意見も分かるけど、喧嘩はいかん。あの、先生は生徒のこの意見っていうのは平等に見てるんだけど、あのミサトランちゃんのお父様が PTA の会長様されとってな、先生も立場があるんだ。正直か。だから、チワンちゃん悪いけど。学校の評価と生徒の評価、どっちが大事なんですか。あ、自分の評価です。やっぱり自分の評価です。やばー、チュアンちゃん釣ります。あ、チュアンちゃんのお父さんって確かあの教育委員会の方でしたっけ。そうですよ。え、あのミサトラン釣ります、関係ない。 PTA やばー、教育委員会の方が偉いじゃん。やばー、ブレブレじゃん、ブレブレじゃん。 PTA 反対、 PTA なんか消えてしまえ。おい、なんで俺が関係あったね。はい、もうよかった、人気投票集まったね。もう転勤してもらって、うん、転勤してもらって。
仲直りしようじゃん、もうワンちゃんごめんね。始まった。あら